ブラックマッスル。国産大クワガタ、黒銀、71mm、7.1g。バーサス。パワフルギロチ。先島平田クワガタ、三栄、70mm、6.3g。大クワガタ、バーサス、先島平田クワガタ。レディー、ファイト。さあ始まりました。右が大クワガタ、左が先島平田クワガタ。大クワガタはね、名前の通り大きい。それに対して先島平田クワガタは日本最大級の平田クワガタということで、日本最強決定戦トーナメントの決勝戦でもおかしくないでしょう、この組み合わせ。さあ大クワガタは前回スマトラ大平田クワガタのダイナマイトを破ってノリに乗っている。対して先島平田クワガタは久しぶりの登場、スーパーミドル級トーナメントベスト4の実力を見せてくれるのか。さあ上から挟むのは大クワガタ、下から潜るのは先島平田クワガタ。一般的にね、こういうあのドルクスみたいな、あのこういう平べったいクワガタっていうのは下から潜った方が強いよって言われていますが、さあどうか。さあ外れた。四つに組んでスルリと懐に入っていく先島平田クワガタ。入ってって受け止める大クワガタ。大クワガタ前回の試合もそうですが、パワーすごいからね。前回の試合でもそうだったけど、さあ先島平田クワガタがスルリと懐に入っていって、しかしこれをさばいて受け止める大クワガタ。がっつりとパワー勝負。押していくのか、大クワガタ。押していく、崩した、崩して押していく。さあ、先島平田クワガタ、繊維喪失。大クワガタの圧倒的なパワーが火を吹きました。すごいパワーあるね。大クワガタ勝利。先島平田クワガタ、繊維喪失により、国産大クワガタ勝利。今回の試合でも大パワー炸裂、大クワガタ。いやー強いね。なんで1回戦負けしたんだろう。